お願いします。お祈りして始めたいと思います。神様、今日も本当に感謝いたします。私たちは本当に足りなき罪人であります。今日もあなたの恵みが必要です。今日御言葉を通して私たちに恵みを与えてください。また聖霊の実を結ぶ良き時間となりますように。感謝します。イエス様皆によってお祈りいたします。アメン。アメン。アメン。今日は聖霊の実、寛容に対して学んでいけたらと思います。먼저말씀을읽겠습니다갈라디아서5장22절23절말씀입니다갈라디아の5章22から23節の御言葉です。제가먼저읽겠습니다오직성령의열매는사랑과희락과화평과오래참음과자비와양선과충성과온유와절제니이같은것을금지할법이없느니라아멘, 아멘. しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。このようなものを禁じる律法はありません。아멘. 아멘. 아, 오늘벌써성령의열매네번째시간입니다。今日は聖霊の実の4番 4つ目 の時間ですね。実に対しての時間です。寛容と日本語で寛容となっているんですけど、韓国語では長く我慢すること、忍耐という、そういう表現をするんですね。はい、ペーション、英語が一番いいかも。ペーションです。はい、ペーション、우리모두페이션스가필요하죠아이페이션스가필요해요민나왜성령의열매중에페이션스가필요할까아나제아이성령의미타마의미래페이션스가필요해야할까아그건아마도오래참아야될일이인내해야될일이이세상에あ、なぜならこの世の中では本当に忍耐 すべきことがたくさんあるからだと思います。私も聖書勉強を準備するにあたって、私自身はどれぐらい長く我慢できるか、忍耐できるかっていうことを考えました。しかし私さえも長く忍耐することができません。難しいです。私みんなが本当に忍耐がよくできますように、それを願います。アメン。오래참음인내라는단어를その忍耐、寛容、これに対して の思い起こした御言葉がコリント、第一コリントの御言葉だったんですね。コリント전서13章4절말씀。コリントの13章4節であります。제가먼저읽겠습니다。사랑은오래참고사랑은온유하며수비하는자가되지아니하며사랑은자랑하지아니하며교만하지아니하며아멘아멘아이와강요데아리아이와신세츠데스마타히토오네타미마센아이와지만세즈고만이나리마센아멘
다음에 아 고린도전서 13장은 이제 사랑장이라고 얘기합니다. 第一コリンドの十三章は愛の章とも言いますね。サドバウル이제사랑에대해서얘기합니다。シトバウルが愛について語っています。근데사랑의가장첫번째가오래참고라고나와있습니다。しかしその愛の一番最初が寛容でありっていう言葉が先に出ています。아그래서오래참는것은사랑과관계가있구나。この寛容というのは愛と本当に関係があるんだなっていうこと。그래서사랑이없으면오래참을수없습니다。だから本当愛がなければ寛容することができません。아근데오래참는것인내는하나님의성품입니다。その寛容、また他の言葉で言ったら忍耐というのは神様の性品性でもあります。우리는사랑이없습니다。私たち人間には本当愛が本当にありません。우리가사랑할수있는방법은하나님이우리에게사랑을주셔야지만사랑할수있습니다。私たちが本当に愛することができるってことは本当に神様がくださらなければできません。인내하는것도하나님이주셔야지인내할수있습니다。忍耐というのも神様が与えてくださらなければできません。寛容、忍耐というのは本当に神様のキャラクターであり品性であります。よく見たら人によって本当に差があると思うんですね。성격에따라좀다른것같습니다。また性格においてもよくみんな違うと思います。확실히어떤분들은좀더잘참습니다。인내가더잘합니다。確実にある人は本当によく忍耐できるなと思う人もいます。어떤분들은또잘참지못하는것같습니다。またある方はよく我慢できず我慢できない人もいます。아근데성경에서얘기하는오래참음인내는단순히성격의차이랑은또차이가있는것같습니다。しかし聖書に出てくるこの寛容、忍耐ということはその私たちが持っているその忍耐、寛容とはちょっと異なることがあります。단순히성격이더좋아서내가더오래참을수있는그인내가성경에서얘기하는인내라인내는아닙니다。性格が良くてよく長く我慢できる忍耐できるというのその忍耐と寛容と聖書で言っているその寛容とはちょっと差があると思うんですね。そしたら聖書で語っている寛容忍耐というのはどんなものであるか。사도바울이사랑은오래참고했을때그오래참음은좀시대적배경을이해할필요가좀있습니다。シトバールが言ってる愛は寛容でありっていう寛容はその時代的なその背景も理解しなきゃならないと思うんですね。그때는크리스찬들의믿음에핍박이많았습니다。その時代は本当にクリスチャンに対してのその迫害がたくさんありました。그래서이오래참음이라는것은단순히내가잘오랫동안기다릴줄안다가아니라だからこそその時の寛容というのは本当は私が長く我慢して忍耐して待つことができるということではなく어떤어려움이있어도どんな難しい大変なことがあったとしても핍박이있어도迫害があったとしても내가크리스천이라서공격을받아도私がクリスチャンだからとして攻撃を受けたとしても放棄せず自分の信仰をその信仰を握るということも忍耐、寛容であります。だから聖書で語るその寛容というのは忍耐というのは信仰とつながるものであります。
초대교회성도들은사도들한테이러한질문을많이하십니다初代教会のその人たちは生徒からこのような質問をたくさん受けました。イエス様が私は帰ってくるとおっしゃったんですけど、いつ帰ってきますかっていう質問でした。本当大変です。しかし人たちはこのように話しました。私たちは神様前で信仰を持って、主の前で本当に寛容すべきであると。イエス様が来ないように見えるけど、必ず戻って来られると。しかしなぜ今すぐ直ちに帰ってこられないか、その中にも理由があるよ。その御言葉が第2のペテロのところで書かれてあります。第2のペテロ3章9節の御言葉です。제가먼저읽겠습니다주의약속은어떤이의덕이다고생각하는것같이덕인것이아니라오직너희를대하여오래참으사아무도멸망치않고다회개하기에이르기를원하시느니라아멘아멘주와아르히토たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。アメン。ペテロは、우리가오래참아야한다、忍耐해야된다라고이야기합니다。ペトロは私たちが本当に忍耐して待たなきゃならないよということを語っています。なぜなら長く忍耐深く主があられるのだから。なぜそうされるんですか。神様は一人でも滅びることを望まないからであります。すべての人が主に立ち返ってくること、それで悔い改めに進むことを望んでおられるんです。イエス様が今日来られたとしたら、私たちは良いと思うんですね。私たちもイエス様を信じる信仰のゆえに天国に入ると思うんですが、神様の立場からしたら、日本にまだ救われてない方々がたくさんおられます。まだイエス様について聞いてないたくさんの人はどうするんですか。だから神様は今も待っておられるのです。イエス様が私は戻ってくるよって語った時は、必ず一つの条件を掲げたんですね。すべての民族がすべての民族に福音が伝えられるとき、そのとき私は戻ってくるよと語りました。当然2000年前よりは今たくさんの民族に福音が伝えられています。아직많이남아있습니다。しかしまだ残っているんですね。
神様は彼らを待っておられ、忍耐深く待っておられます。今週まで本当に中島先生と韓国人の方々が日本宣教に行ってきました。なぜ彼らがその遠い日本まで行くのですか。ただ日本にいる日本人だけにも、だけに伝えてもいいんじゃないですか。しかし私たちはしていることは何でしょう。まだ日本には本当に 福音が 1% の人にしか伝えられてないってことです。まだイエス様に対して福音に対して聞かなきゃならない魂がたくさん待っておられます。神様が私たち一人一人を本当に長く待っておられたように、神様は全世界のその魂を待っておられるのです。なぜ神様は忍耐深くあられるのでしょうか。神様は私たち一人一人、またその魂たちを愛しておられるからです。だから初代教会のその使徒たちも生徒たちに対して愛を持って忍耐深く待っていなさいと語りました。私たちが今生きているこの時代をたくさんの人々が最後の時代とよく話しするんですね。はっきりしているのは本当に信仰を守るのに難しい時代になっています。だからこそ今私たちに一番必要なものは何でしょう。私たちが信仰で長く忍耐深くいて、私たちが天国に入るまで最後まで忍耐していくことです。最後まで忍耐したら神様が必ず助けてくださることを信じます。アメン、アメン、アメン。そしてその寛容また忍耐はそれで終わることではなく、神様が私たち一人一人を関係を結ぶものとして私たちを創造してくださったんですね。私たちには家族がいます。友達もいます。また職場では同僚たちもいます。本当に周りにたくさんの人々がいます。関係を結んでいたら皆さんみんなが感じると思うんですが、忍耐が必要であります。ある時は神様は私にある人を、特定なその人を私に合わせてくっつける時があるんですね。私は何もしてないのに私をちょっと苦しめたりね。
나의 마음을 힘들게 하는 사람이 있을 수 있어. 私の心をちょっと苦しめる、ちょっと難しく苦しくする人がいます。で、그건하나님우리를미워하셔서그런것이아니라。それは神様が私たちを憎いからそうすることではありません。아우리의믿음을자라게하기위해서테스트하시는거예요。私たちの信仰を本当に成長するためにテストする時であると思います。神様は私たちを相変わらずいつも愛しておられるので、その愛のゆえにその大変なこともそんなに難しくない時がないなくなるんですね。難しくなくなる。もちろん神様を愛すること自体も簡単ではありません。しかし一番大変なのは自分の隣人を愛することです。本当にそういうそんな状況にぶつけるとき、自分の信仰が現れるんですね。だからこそ本当に私がただ神様のその愛だけ受けるものではなく、私が本当に神様の愛を受けているのか、それをテストしようとしている時があります。예수님도말씀하시죠네너의이웃을너의몸같이사랑하라아예수님도語りました。あなたの隣人をあなたの体のように自身のように愛せよと。自分自身のように愛せよ。불가능한일입니다。本当に不可能なことであると言います。아그렇게깨닫게됩니다。아나는할수없구나。だから毎回気づかされるんですね。私はできないなと。私の中には本当に忍耐がないなと。またそれだけじゃなく、私たちの魂も傷を受けるんですね。私を苦しめるその人のその言葉のゆえに、自分の魂も傷を受けるんです。そしたら私たちの心も苦しくなります。愛しなきゃならないっていうことも分かるんだけど、よくできません。私もそのような時がありました。神様が私にもある人をくっつけてくれました。帰ってみると、その瞬間神様は私をテストしてたんだなと気づかされます。나의믿음을보시는구나。私の信仰を見ておられるんだなと。正直言うと、正直言ったら本当に復讐したいなと思う時もあります。悔しいなと思う時もあります。私の心を誰かがちょっと理解してほしいなと。本当にまたある時はその人が本当に憎いです。神様の言葉から見ると、しかし神様の御言葉を見たら、神様はこのように語りますね。私も前気づいたことでありますが、ローマ書の御言葉にこのように書かれてあります。ローマ書12章19節の御言葉です。내사랑하는자들아너희가친히원수를갚지말고진노하심에맡기라기록되었으되
원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하십니다. 아멘. 愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることであり、ある。私が報いをすると主は言われる。アメン。アメン。神様がね、このように語っています。너가상대방이한대로똑같이갚지말고相手がしたようにあなたも同じくそうやって復讐することはいけませんと。神様は私たちが同じ人としてそうなることを願っておられないからです。サタンは私たちも同じくそうすることを願うんですね。お前も同じくそうさせしたらいいよと。しかし神様は復讐は私のすることであるよと。あなたの悔しい思いも私がしてるよと。あなたが忍耐、本当に忍耐深くいるとき、私が必ず報いをすると。だからこそ私たちは本当に忍耐深く忍耐できるとき、その時こそ私が神様を先に知ったものとして愛のゆえにこうやって忍耐深くこうやっていられるんだなっていうことを気づかされます。しかし長くこう我慢して忍耐する時、私の中にその思いをただこう入れておけ、置いたらいけません。必ず神様前に出ていき告白しなければなりません。だからこそ私も私に対して本当に苦しみを与えたりするときね、悔しい思いをしたなら、もうどうしよう、どうすることもできないなって終わるんじゃなく、神様前に出て行きお祈りします。なぜなら私の魂をまず主の前で回復しなければならないからです。だからこそ私はこのように告白します。誰々かが私にこのようにしました。神様、私の魂が本当に傷を受けたんですが、主は私の心を守ってくださいますように、また許せることができるように助けてください。このように祈りながら主の前に出ていくべきであります。そうではないと傷を受けたら、その傷が私の魂を続けて痛みつけるんですね。だからこそその寛容忍耐っていうのは自分一人でも我慢して苦しくいるのではないんです。神様の前に行って正直に話をすることです。告白することです。詩篇の御言葉を読んだらね、
다윗이하나님을찬양하는내용도많지만다비데가하나님을호메타타르そのような告白もたくさんありますが그런내용도많습니다またこのような内容もたくさんあります。하나님나너무힘들어요神様は私はとっても苦しいです。하나님누가누가나를힘들게神様は誰誰かが私を苦しめています。그사람힘들었으면좋겠어요その人も本当にあなたが苦しめつけてくださいと、さばいてくださいと、그사람을벌주세요その人に本当に罰を与えてくださいと。本当ですよ、それ書いてあるんで。大好きです私。本当に神様前で本当に正直に告白することであります。なぜなら自分自身がとっても苦しいからです。ダビデは本当にそのような人生を送りました。私たちが本当に人にそうやって口をこぼすより、神様前で私大変です、助けてくださいと、そのような神様前での告白は主が喜んで受け取ってくださいます。それから慰めてくださいます。それでそうするうちに最後になったらね、いつの間にか自分自身も許している姿が見られます。それが神様前で告白する時の驚くべき力であります。それで私が気づくのは、本当私は愛することができないものであるんだなと。私は本当に忍耐できないものであるんだなと。しかし神様前に出ていく時、神様が恵みをまた愛を注いでくださるので、また聖霊をくださるので、私自身は死んで、私の中で生きておられるイエス様が現れることになるんですね。その方が本当に長く忍耐深くあられ愛してくださるということを体験することになります。長く我慢して忍耐することっていうのはとっても難しいことでありますが、しかしその実は本当に最も神様が喜ぶ実であります。何より神様が私に対してどれぐらい忍耐深くあられて、また長く我慢してくださって愛してくださるんだなっていうことが気づかされますね。それだけじゃなく、その忍耐深くまた長くこう寛容であるなら、自分だけが実を結ぶのではなく、また他の人の魂も生かすことができます。生かすことになります。私がたくさんの青年たちと青年たちから相談を受けました。私が持っている一番の失敗は忍耐ができなかったことだったんですね。イエス様に対してこう分かち合っているのに、なぜこの
この子は変わらないんだろうと。福音を伝えてるのになぜ変わりがないんだろう、同じなんだろうと。もっと忍耐して自分が変えようとしたその心を下ろすなら、神様がその人を直接本当に触れてくださることをたくさん体験できました。いまだに私自身も努力すべきことは忍耐であります。待ってあげて、愛してあげて、共にして、そのうちに神様が働いてくださるということを見ることができます。だから長く我慢し忍耐できるということは、聖霊様が助けてくださらなければできないものであるんだなと分かります。それを私自身も気づかされました。私たちが本当に寛容であって本当に忍耐深くいるっていうことは難しいことでありますが、神様前で本当に助けを求めて祈って進みでいるなら、主が助けてくださることを信じます。アメン。聖霊の実を結ぶ私と皆さんとなりますように。はっきりしているのは、もしも皆さんの周りに誰かを主がくっつけてくださっているんですか。そのテストが終わるなら、そのテストは終わったことではなく、そのテストが終わったらまた違う人をくっつけるはずです。そのような過程を通して私たちの信仰は成長します。アメン。お祈りいたします。神様感謝いたします。今日は寛容、その忍耐に対して私たちが学んでいます。愛は寛容でありと語ってくださいました。神様が私たち一人一人を忍耐深く待っておられたこと、そのことと同じく私たち自身も忍耐深くいることを願っておられることを覚えます。また私たちに対して信仰のそのテストを主が与えてくださることも感謝いたします。主は私たち自身は愛すことすらできないものでありますが、主は私たちを守ってくださり慰めてくださいますように。私たちに与えるその魂を本当に最後まで愛し忍耐深く寛容でありますように助けてください。
そのような姿を主が喜んでおられることを信じて感謝します。そのような実をたくさん結ぶ私たちとなりますようにお祈りいたします。皆さん皆によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい、お疲れ様でした。ミートを外してください。皆さん、かずみさんも来ましたね。川崎さん来た川崎さん来ました。